日一食ここですね。と夜はもう食べないというか、食べるんですけど、まあ、スーパーで100円ぐらいの餃子を買って食べてます。はい、はい、はい、これですね。ちょっとですね、もうやっぱり英語もそうなんですけど、中国語、要はマンダリンと広東語とね、やっぱり絶対できないとですね、ちょっとなかなかダメだなと。まあ全然生活できるんですけどね、このいろんな話ができないんでね、その深いところまでこうお付き合いができないんで、ちょっともう改めて勉強することにしました。特にね、広東語もそうなんですけど、マンダリンですね、中国の方と話すときね、中国の方英語できないことが多いんですよね。香港の方は英語ができるんでいいんですけどね、大体。マンダリンは結構ね、ちょっとこれもう一回勉強し直します。実は学生時代にちょっと勉強して1ヶ月留学したんですけどね。はい。これは DJI。 おお、すごい。すごいね。おお、グッドだ。おお、すげえ。おお、すげえ、初めて見た。わお、すごいこれ。おお、おお、おお、ナイス、ワンダフル。ピークですね、まだ。ちょっとあの重りを1キロ1キロ足につけたら、なんか足がですね、左膝がちょっとなんかどうもかんばしくなかったんで、重りやっぱやめました。まあ、はい、本日の一本ですね、こちら昨日とちょっと同じなんですけど、あ、ブランドは違うんですけど、テオですね、ベルギー。これもですね、花が全くないんです。花がなんで、花盛りをつけさせていただきました。お客様にご購入いただいたんですけども、テオのメガネですね。こうやって何でもつけられますね。どのようなメガネも比較的も全部合うようにはできます。はい、そうですね、電話しますね、もしこれで。迷子です。あ、シンシン、あ、シンシン、大きいですね、なんかね。あー、今日はタカさんのエキシビジョンですね。あれ、どっちだろう。はぁ、レセプションが終わりました。この辺りはおしゃれ地区だと思うんですけど、でもお店を出してないですね。